では高橋さん、もう一度段取りをお願いいたします。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいと思うんですけど、まあ、あんまりガッツポーズはなかったかなって感じですけど、はい。まあ、一応、まあ、評価されるっていうことなんで、まあ、なんか何かしら受賞できれば、まあ、それは嬉しいといえば嬉しいですけど、ただ別にその何ですかね、賞を欲しくて書いてる人って多分いないと思うんで、まあ、結果として取れて、ああよかったなという、なんかそういう感じですけど。正直ほっとしました。今デビュー18年目で芥川賞候補4回直木賞候補2回と18年間こう折に触れて待った18年間だったので、そうですね、すごくほっとしたというのが正直なところです。自分が納得できる小説で受賞できたというのが一番大きいかなというふうに思います。結果的にこういう執筆の形が合っていたのかな、もうこの小説でよかったなというのが一番ですね。受賞会見を受けて何か最後におっしゃりたいことがあればよろしいですかね。ですね、でも私は受賞のお電話いただいたときに私はガッツポーズをしましたちょっと恥ずかしいですけど